ランギラーノはイタリア共和国エミリアロマーニャ州パルマ県にある人口約1万人の基礎自治体。パルマ南港に位置するこの町はプロシュットディパルマの生産地として知られている。町域には15世紀に建設されたトンレキアーラ城がある。パルマ県南東部に位置するコムーネである。ランギラーノの町は県とパルマの中心部から南南西へ2 1トルに位置しており、 車で約30分の距離である。また、レッジョエミリアの東南東 30km、ラスペツヤの北東 67km、州都ボローニャの西 86km に位置する。コムーネの面積は70.8 2平方キロメートルで、北東南西に細長い幅約4 0 0ル長さ約2トルの地域を有する。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。 ランギラーノの街の北5キロメートルにトレッキアーラの集落がある。トレッキアーラ上ランギラーノには以下の分離集落がある。パルマ市郊外に位置するこの街はプロシュットディパルマの生産地として知られている。大小を含め200ほどの生ハム工場があり、世界中で食べられているパルマハムのほとんどがここで作られている。プロシュットディパルマ、ありがとうございます。